海よ海よ。何かなマスター。あ、海。ん？ん？あ、ごめん、こっちのエミヤ。すまない。こちらこそ。あ、マシュ、エミヤ見なかった？エミヤさんなら食堂でお当番を。ごめん、アサシンの方。あ、早が天使でごめんなさい。こちらこそ。エミ、アーチャーのエミヤ。赤と黒どちらだ？赤い方のエミヤ。アーチャーとアサシン、どっち？赤いアーチャーくん？緑のアーチャーくん？それともジャガー？違います！というわけなので、あだ名をつけます！待ってくれ、どうして？あの騎士王の方がよっぽどだろう。パルトリアは、一周回ってなんか大丈夫。なんでさ。ではまず、赤いアーチャーのエミヤ。俺の中では、普通のエミヤというイメージなので、ノーマルエミヤ、略してノミヤです。ノミヤ。いや、俺が普通なら俺はエミヤでいいだろう。でもそれだと他の二人が、あ、ってなっちゃう問題が解決しないから。じゃあ選んで。フミヤ、料理長、クッキングママ。俺のイメージ料理しかないのか。次はアサシンのエミヤ。スダレ。じゃあ最後はエミヤオルタ。3代目。どういうこと？こうして3人のエミヤさんたちのあだ名が決定しました。ところが、エミ、違う、なんだっけ、もういいや。エミヤ、アサシンのエミヤ。病院みたいだな。先輩自身がすぐ忘れてしまい定着しませんでした。でも、よう、やってるか。なんかつまみ作ってくれよ、ノミヤ。赤いアーチャーのエミヤさんはしばらくからかわれてしまったようです。シルエットクイズ。このシルエットは誰でしょう？あのサーバントかな。どうだろう。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。よくわからん。